我々の脳細胞に喜ぶ配線ができてないんです。怯える配線なんです。あるの脳の中に獣と同じなんです。この世で生まれたらもうどうしようもない状態で、これで生存欲があれば生きていきたいという、生きていきたいが生きていられない、これで極端に怯える、そこをプログラムして生まれるんです。だから異質だって危険ばっかし見るんですね。だから生まれた瞬間から喜びなんか感じません。恐怖感はいくらでも感じる、怯えはいくらでも感じる、不安は、怒りはいくらでも感じる。赤ちゃんまで怒るんだから、生まれる前にもできてるんだから。それでお釈迦様が喜びを感じなさいと。でも喜びを感じる訓練すると脳には未だかつてなかった能力が生じてくるんです。新たな配線が生まれてくる。で、新たな配線溶接するまではやっぱりいくらかかすかな意思決知が必要なんですね。何もなくできるわけじゃないんで、イスタップ細胞みたいに何の情報も何もなくありますって言ったってもね、勝手にしろよと。ないものはないんだからね。はい、そんな感じで、まあ、喜びは感じればいいなと言ったってもちょっとした意思決知でもなければこれ実行できない。それ意思決知あるんです。我々いくらなんでも四六十悲しんで悩んでいるわけじゃないでしょ。時々楽しい時もありますね。時々楽しくなった時もあります。そこで自分の人生の中で何のことなく喜びを感じたところをデータ通して取って、その時なぜ私が楽しかったのか客観的にデータ調べるんですね。しかし人間の脳細胞ではこれは無理なんですね。そんな能力ないです。まあ僕らの立場から見れば人間っていうのはみんな認識知識障害者なんです。どういったことはないんで、そんなこと分かるわけないでしょ。あんた方にはもうこれはもう乗り越えられないすごい高い壁だと。で、お釈迦様はその我々は日常で喜びを感じたところデータをね、どんな仕組みかと説明してますね。第一、自分が希望した通りに何かうまくいったら楽しいんですね。あるいは期待していなかったのに何か面白いことを起きたらこれは楽しい。まあ例えばまあふざけて宝くじ買ったとしましょう。一等賞ではないんだけど、まあ100万ぐらいの当たったと結構楽しいでしょう。舞い上がっちゃう。それは期待していなかったのに何かいいことを起きたということ、そういうことで確かに脳の中に喜びを感じる配線もあるんです。それを修行して育てるんです。この喜びを感じる配線と恐怖感を感じる配線っていうのはかなり正反対なんです。だから神経細胞を一つにたくさん使うともう一つの回路には細胞がなくなっちゃうんです。それで喜びを感じる訓練すると恐怖感感じる訓練の配線が弱くなっていくし、その細胞はこちらで取っちゃいます。これはもうゲームと同じなんです。お金かけてゲームやってる時は賭け事は禁止ですけど、こちら貸すたびに向こうからお金こちらにないってことだから奪ったわけじゃないんです。2人とも1000円かけてじゃあカードやりましょうと、こちら買ったらあの1000円がこちらのもの、じゃあもう1回やりましょうと、もう1回やったらまた1000円またこちらのもの、やめてあいつの金が全部ゼロになっちゃうでしょう。こちら勝ちっぱなしだったらそれでゲームオーバーになっちゃうんですね。そういう感じで喜びの訓練すると即時配線がどんどん強くなっちゃって常に簡単に喜びを感じられます。恐怖感、怒り、嫉妬、憎しみ感じることはできなくなっています。そんなの大したことないんだと。あの人の 服はね、あなたの服よりは倍高いものですね、あるいはブランドのものでと、うん、まあそうね、かっこいいですね、どうやっちゃうんです。嫉妬までいけません。それで喜び感じる訓練というわけで、あの何か突然起きて喜び感じればいいわけじゃないんです。そんなのもう気持ち悪いんですね。なんか口を開けて幸福が降り落ちてくるまで待っているということは情けないでしょ。
それは人バラバラでしょうね。みんなに、ま、毎日一個ぐらいは楽しいことあるとかわからないでしょう。一年に一回も楽しかったことない人もいるんだからね。だからこのなかなか幸福に巡る会い場合も巡られない場合もいろいろでしょう。だからそんなものに任せておけばダメなんです。だからお釈迦様はちゃんとこういう訓練があります。でこの訓練のやり方はまずこの自分がすごく楽しかった時の出来事ではないんです。その時どんな気分になったかと自分の気分を確認する。例えば結婚した時は楽しかったと。みんな間違いするのはその時結婚した相手の姿とかね態度とかねそういうことを思い出して楽しかったって今更なんだこいつはってことになるんだからそうじゃないんです。その時相手ではなくて自分が何を感じたのかと対象切っちゃうんです。切っちゃってこの心なり喜びを感じてはいこれがモデルですと手本ですね。それに似ている波動を感じてみようかなとそれから対象に行くんです。これでサンプル持ってるんですね。ぴったし同じ喜び感じませんだから何となく似ていればいいんです。いろいろ子供が生まれた時の感動とかねで結婚した時の感動とかねそれぞれ微妙に違うし子供が大学に合格した時の感動とかねまた微妙に違うし子供がもう就職した時の感動とかねあるでしょうね。でも全部ぴったし同じわけじゃないんですけどしかし何か似ているんですね。いくつかの感動した場面を合わせてみると何か似ているところがあるんです。それを発見するんです。それって発見できるんでしょ。まあ大したことない簡単です。ああよかったなとかねああよかったああいい気分そこは似てますね。よかったよかった気持ちいい。そこは結婚した時でも初めて自分が初恋した時でももうそういう相手がね OK した時でももうあるいは自分が 最初に子供が生まれる時でも、まあ、いろんな感じの喜びあるんだけど基本的にはああよかった気分もよかったうまくいってよかったっていうことはずっと一貫しているそことやれる。それぐらいだったらいくらでも訓練できるんです。自分が料理を作るうまくいったらうまくいくでしょうね。私以外はね料理作るのだからこれにこれ出てください。ああうまくできたとそんなこといくらでもあるでしょ人生正直をかける。ああうまくいった洗濯物をやって畳んでもうアイロンかけて OK うまくいったぴったし寝上丸ごとそこで喜びを感じる。ここで花壇もう花を作っているとしましょう。行ったら殺草だらけで何のことなく全部トンポンと取ってみたらあ、OK、完了、うまくいったそこで喜びを感じる。皆さんは感じないです。ああもうそれはじゃあもう料理作らなきゃ買い物に行かなくちゃとかいやいやもういやこんな人生はとあれが獣が生きているんですね。それやめてほしい。こんなことやってる場合じゃなこれやらなくちゃあれやらなくちゃそういう人生でしょ。幸せは一かけらも出てこないんでその場合至ってがあったんでこの方法で花を植えてるところでもう殺草を取って見たらあうまくいったあうまくいった二重丸そこでちょこっとうまくいったよかった喜びをわさと感じるんです。わさではないんですよ。それは正しいんです。別に頭あんじかけてるわけじゃないんです。子供の弁当作るときは、まあ、すごく喜んでると、なんかかっこよく作ってやるぞとかね。それで、ああ、うまくできたなとかね。今日は全部残り物が集まりなんですけど、でも、これはぴったしもできてますよと。そういう喜び感じられますね。それで、これは子供は食べるでしょうかね、あれやこれやとかね、食べなかったらどうしようとかね。なんであんなくだらんことを考えるんですかね。食べなかったらいつも勝手だからね。自分が作った弁当食べなかったらそれはあなたの自由ですからね。明日も同じもの作ってきますからねって言えばいいでしょう。それに悩んでだから悩むのはもう初めからの獣できてるんだからもうできてるんだからね。
だから皆様方毎日そういう方にこの苦しみをだけ感じてきてるでしょう。悩みだけ感じてきてるでしょう。ストレスだけ作ってきてるでしょう。あれって獣ですよ、脳が。だから獣になるか物事そのまま見れる人間になるかという選択なんです。だから普通人間がいい獣の方がよろしいってなってる。仏教は無理やり人間になれと、獣には物事は見えませんよという話で、だからまず訓練は至って簡単でしょ。考えてみればアイロンかけてるともう毎日やってることだから、もう腕も上がってるしうまくいくでしょうね。それ喜んでよ、もう毎回ストレスなくなるんですね。アイロンかける時間になってくると、まあ毎日毎日こんなことっていう気分でやったら地獄でしょ、人生は。それが結構中楽しいっていうことになってくると、ちょっと体が動いてくれるんですよ。そこで手抜きもしたくないんですね。まあ時々ね、まあ掃除かける時でもこのコードが何か引っかかっちゃう、そのまま引っ張ったりするでしょう。そうすると引っかかってる品物もこれガッガタンと倒れたりして、これ花瓶なんかだったらね、あるいはテーブルに引っかかっちゃって、まあ、小さなあのジャスなんかテーブルのようにありますね。ああいうものにまあいろいろ飲み物やら食べ物があるんだからね、自分が怠けるめんどくさい、もうなったこれって引っ張ったところで、だから怠けてるでしょ、手抜きでしょ。あれでテーブルがこうやって太ってないと、どれぐらい仕事増えたんですかね、それから。だからちょっとしたあんな変な嫌な気分の結果で、次から次へと嫌なことがいくらでも現れてくる。だから掃除機をかけることが楽しくなってくると、なんかもっとかっこよく掃除機をかけようということになってきて、コードが引っかかったら、あ、コードを取りますということでコードをちゃんと外ったりして、それで何のトラブルもなく手抜きしたくないんですよ。その場合楽しみを感じる場合、コードが引っかかったらどこに引っかかったんでしょうかねとか、こちらですねとかね、はい、これをこうすれば、はい、OK、うまくいった、そういうふうにまず自分が喜びを感じる、自分の人生の周りで。そうすると数えられないぐらい出来事が見つかるんです。どんどんどうなるかというと、楽しくないものは何もなくなっちゃうんです。料理したらそれ楽しいでしょ、食べたら食器洗うところね、もうどうやって山積みにしちゃうとね、見たくないでしょう。あれがダメです。どうすると洗う場合はどうせ洗わなくちゃあかんだからね、ものすごく嫌な気分になってきて、してたまる。それでやりがいがあるんだ、結構あるんだから、それでもう食器の種類によって合わせたり、それが成功する仕事だから至って簡単に成功させるんです。でそれで喜ぶ、そういうふうに食器洗いもそこから楽しみを作る。あの妄想をやめる、嫌だこんなのはと、何言ってるんですか、あれは頭いかれてるでしょ、ね、だからブッダの道でやることが正しいんです。どう見てもその中から喜びを発見しなさいよ。だってうまくいくんだから、大したことじゃないんだから。それで脳を開発するんです。開発するんじゃなくて開発します。また自分の周りで自分に対しては楽しいものは全ていっぱい、これで幸せでしょ。あれがなければこれがなければっていうことを消えちゃうでしょ、満たしてるでしょ。あれがなければ楽しくならない、あれがなければ幸せになれないとかね、あの人々は永久的に幸せになれないんですよ。いわゆる何と言いますか、あれば消欲自足の反対ですからね、絶対なれない。会社が買いたいで、そうすると幸せになるぞとなりません。何々かしたら幸せになるぞということはダメなんです。それは脳開発の場合はもううまくいかない、脳は開発しません、ただのわがままですよ。だからあれがあればいいな、それ入ったら次にこれがあればいいなでしょ、それも入ったら次に、そのためにむちゃくちゃ仕事をしなくちゃあかんでしょ。だからずーっとこんなもんで人参持ってるだけ食えない、で脳は開発してます。だからそれは禁止やと、消欲知足の世界である、これ行動な心理学なんで、僕で語っているの冗談遊びじゃないんで。